リチャード・ノーマン賞リチャード・ノーマン賞は、ビクトリア朝の19世紀から20世紀初めに、活躍した、イギリスの建築家、都市計画家、ジョージ・エドモンド・ストリートの設計事務所に勤めた後、独立。ストリート事務所には、ウィリアム・モリスや、フィリップ・ウェップも在籍しており、彼はそこで、アーツ・クラフツの影響を受けた。田園都市の先駆と言われる、 郊外住宅地ベッドフォードパークの計画や住宅建築を手掛けた。次第に名声を得て、クイーンアン様式のスコットランドヤード、エドワーディアンバロックのピカデリーホテルを残した。赤レンガで仕上げ、中世趣味を取り入れたスタイル。18世紀初めの安城を時代風ということであるが、当時の様式そのままではなく、実際には自由な様式である。明治時代、日本が、 西洋建築を学習していた時期に一流建築家とされていたのがノーマンショーであり、タツノキンゴの東京駅などにもその影響が見られる。ありがとうございます。